So that tour went for like 120 shows, and this tour is about 151 shows. So even 3 years later, I'm still going to more places, places I've never been. Every time I decide to go on tour, I try and go to a new area, somewhere I've never been, because I still feel like there are people to see and play to and that have never seen me, and audiences to win over. So like coming up for our last leg for the Prismatic World Tour, we と付き合って3年、私たちは倦怠期気味。付き合いたての頃には会社の休みが合うと必ず彼が運転する車でどこかに連れてってくれたんだが、今では彼も仕事が忙しく、なかなか休みの日が合わない。少しでもお互いが時間を作れるようにと、最近は彼の家で半同棲生活。でも彼は残業で連日帰宅するのが深夜。そのまま私の作ったご飯を食べて寝る。そして朝慌ただしく会社に行く。そんな生活で二人の会話は減っていった。私はというと、仕事は残業なしの週休二日制なので時間はあり、家に帰れば料理に家事に洗濯。なんか最近彼のお母さんになった気分。友達に相談しても仕方ないじゃんと私たちの関係性を肯定する意見ばかり。はあ、ため息が出る。でも悲しいことばかりではない。今度の日曜日、久しぶりに休みがあったので二人でどこかに行こうと計画を立てていた。当日、朝、彼の携帯が鳴る。会社の人かららしい。会社の人からの時は必ずベランダに出て電話をするからだ。楽しみにしていたデート、仕事が忙しいのは分かってる。でも私はとうとう言ってはいけないあのセリフを言ってしまった。私と仕事どっちが大切なの？彼はこう言った。仕事も大事やし、お前も大事やし、けど一番大事なのは俺たちの未来じゃない？Please repeat after me. 仕事も大事やし、お前も大事やし、けど一番大事なのは俺たちの未来じゃない？